こんにちは、ヤガミです。ということで移動になったんで Vlog とスタンド FM やっていきたいと思います。今日も雨でしょう、名古屋は。このポツ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 いう感じがものすごい好きでさ、まあ、運転してる時はいかんけど、なんかさ、海沿いの公園とかのさ、駐車場に停めて、このポツ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 鳴ってる車内で昼寝するのが若い時大好きだったんだよね。まあ、最近そんな余裕のあることは全くできてらんけどさ、この雨の音って俺ものすごい好きなんだよね。やんどるのかなと思うけどということで、今日はさ、まあ今はもう夜中のもうすぐ3時なんだけど、今栄に向かっててさ、俺ずっと今日は家で映像編集やっててさ、で今から行くわけですよ。まあなんで行くかって言ったら、売り上げを取りに行って、ATM で銀行に入金して、ほんで今日 ATM で取り扱いがない銀行は明日の午前中に入金に行くという、まあその日々の売り上げをさ取りに行って入金しないと、まあ明日20日で支払い引き落としがいっぱいあるから追いつかないという、まさに自転車操業ですよまあ本当にね、こういう自転車操業ですよとかっていうのもさ、言えるようになったからまだいいんだけど、なんかさ、昔若い時はさ、その、まあ、何回もこういうピンチってあるわけ。前も話したけど、東日本大震災の時だったりとか、あとはなんか、まあ、うち深夜営業やってた時に、なんかクラブの風営法みたいな問題がものすごいあってとか、なんかいろんななんかことあってさ、今までに経営のピンチなんていうのは何回もあるんだけど、その時にはさ、まあ若かったし、なんでそんなとこ意地張っとったんか今考えれば全然よくわからんだけど、金がないって言ったらいかんみたいな。まあ一番はそのスタッフに対してだよね。スタッフに対して金がないってなんか不安を与えたらいかんみたいなのがすごいあって、でなんかまあお客さんに対してもか、お客さんに対して金がねえ金がねえって言ったらここ大丈夫かってなるからさ、まあなるでしょう。だから今言ったらいかんって話なんだけど、今もまあでも言いますよ俺は。なんていうの、なんかいろんな人に不安を与えたらいかんっていう勝手なさあれがあって、金がないって言えんかったんだわ。だから本当にピンチでマジでどうしようっていう時は本当に自分で何とかして、まあ自分で借り入れしたり自分の資産を削ったりとかして、まあ今までもやってきたんだけど、なんかさ、本当にコロナになってからだよね、もうなんか金がねえって言えるようになったわけで、俺は今自転車操業ですなんてもう死んでも言わんかったもんね、昔は。だけど今平気でこうやって言っとるでしょ。じゃあお客さんの信頼失ったらどうすんのとか、スタッフの信頼失ったらどうすんのっていうのも当然あるんだけど、もうしょうがねえじゃんね。だってそれを黙ってさ、ずっとなんか無理してやっていってさ、いきなり会社潰れましたとか結構あるじゃん、ニュース見とっても。なんかいきなり潰れるってやばいでしょみたいな。でももう本当にギリギリまで潰れそうになったら、もうスタッフにも情報共有して一緒に頑張ってくれって言うしかないと思ったわけ。まあ本当に実際そうだもんね。そうやって一緒に頑張ろうぜって言ったら辞めてったやつもいっぱいいるしねまあそれで残った人たちだからこそ、俺も本気でもうマジでやったるわって思うわけだし、なんかそれをさ、今までは一人でさ金ないって言わないとか、みたいな変な意地張ってやってた時は結構辛い時もあったな。だから今はね、そういう点ではものすごい楽ですよ。自転車操業なんで、今もう3時ですけど、売り上げを取りに行きますよ、今から店に。今日は2軒回って売り上げをガバーって持って帰ってきますよっていうことで、まあね、お金が全てじゃないとは言うけど、お金は結構な順位だからね、人生とか、まあ、特に仕事なんてもうお金が1位だでね、まあそれをどうしていくかっていう話だでね。だから今はこうやって言っとるけど、絶対にさ、絶対にもう
乗り越えたろうと思っとるし、自転車操業から早く脱出したろうと思っとるもんでさ、まあその辺は俺全然不安はないっつったら嘘になるけど、まあ気持ち的にはそんなに追い詰められてないというか、ピンチはピンチなんだけど、もうそうやって言えるからさ、だいぶ楽になりましたよ。だからまあなんだろうね、その背伸びしなかん時もあるでしょう。特に俺若い時なんてさ、なんか知らんけど俺おごるキャラなんだよね、なんていうの、空気的に。で別に全然いいんだけど、年下とか、まあスタッフとか、全然その俺がおごるべき人っていうのはいるからさ、それはそれでいいんだけど、そういう時に一緒に行ったなんか年上の人とかも、1回目なんか俺が出すじゃん、なんか年下の子もおって年上の人もおって俺行くじゃん、俺出すじゃん、そしたらなんかもう俺が出すのが当たり前みたいな思っとる人とか結構おってさ、昔はもうなんか一緒に飯食いに行っても年上なのにさ、なんか財布も出さんみたいな人って結構おるわけ。俺なんでなんだろうってすごい思ってたけど、何この人と思っとったんだけど、だけどまあさ、コロナになったでしょ、ほんでもう金ないキャラ確定したでしょ、金ない演出がめっちゃ、演出じゃないけど金ないキャラ確定したじゃんコロナで、よっしゃ俺まずもうおごらんでいいがやって思ったもんね。なんかそういう空気感的にさ、なんかもうキャラっていうか会社やってるからもう金出してくれるでしょみたいな。だって飯食いに行ってさ、なんか普通にさ、なんちゅうの、彼氏彼女じゃないんだからさ、財布も出さんってなんかいかんくねって思っとったのが、よっしゃコロナでってなったけど、やっぱもう一部の人は、俺散々金ないって言っとるのに一緒に飯食いに行っても財布すら出さん年上の人とかおったもんでね。だからさ、まあなんかそういうおごるキャラおごられキャラっていうのがなんか世の中にはあるのかな。まあだけどまあ結局そういう人とはもう飯とか絶対行かんようにしてたけどね、なんかなんで俺が出さないかのかよくわからんしとか思って、だからまあそういうような感覚の人とは付き合うのをやめてったら、最近はまあほとんどストレスがないんだけどね、そういう点では。だからまあ年下は全然おごりますよ。だからおごりますか、飯でも行きますか、年下の人たちは会社やってる人とかでも全然俺をおごりますよ逆もあるもん、俺もなんか先輩、その年上の人たちと行くと当たり前のようにおごってくれたりとかするんだけど、まあ俺らはもうすごい申し訳ないよね、なんかおごってもらうのって、出しますよってなるし、いやなんなら全部俺が出しますよみたいな気持ちではおるんだけど、やっぱりね、年功序列っていうの、年上の人はおごってくれるよね、あ男の人ね、年上の男の人はおごってくれるのがなんか普通だったりするんだけど、中にはなんか年上の男の人でもなんかおごってもらえるのが当たり前みたいな人がおるもんでさ、まあなんかその辺のバランスっていうのはやっぱりコロナ禍でだいぶバランスが取れてきたし、まああとはやっぱりこう本当にさっきも言いましたけど、金ねえもんでさ、自転車操業だもんでさみたいな言えるようになったっていうのはものすごい気持ち的には楽、まあそれは現実だしね。でそれが言うっていうのはさ、俺だってもうこのままさ、なんかもう倒産してったりとかさ、もうピンチのなんていうの、どん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 ピンチになってくって言うんだったら、もうそんなことも言わんかもしれん、そんなことも言わずにもうそのまま潰れてくのかもしれんけど、まあ今の俺は希望しかないからさ、もうだから言えるんですよ。まあそれでこけたら恥ずかしいっていうのもあるでしょう。金ねえ俺自転車操業だもんで、これ夜中に売り上げ取りに行きますとか言っとってさ、本当にそのまま来月に潰れましたって言ったら、まあそれはそれでさ、なんちゅうの、まあ筋が通っとるでしょ知らんけど、まあそういうことですよ。まあそういうことを言わずに、一切外に見せずにやってた時期もあったけど、やっぱりその時はものすごいストレスだったし、まあ今はその現実をちゃんとこうやって口にして、
まあ無理せずで、俺の中ではもう希望しかないもんで、まあこういうことを言ってるんですよっていう話ですよ。だから大丈夫だから、知らんけど大丈夫じゃないから、大丈夫じゃないから大丈夫にしますからだね。なんかそんなような感じでそういうような話をたまにしてるわけですよ。まあ本当に金ないしね、本当に金ある時はさ、本当に楽だったね、今思えば。だけどこうなった時の方がこうやってもう今日もこれまた撮りに行ったらまた朝まで映像編集やるしさ、すごいなんか追い詰められてる感が毎日刺激的だから、いいことではないのかもしんないけど刺激的、めっちゃ刺激的って言いにくいね。ということで、そんなような話でした。最後まで見ていただきありがとうございました。スタンド FM フォローお願いします。ありがとうございました。